はい、おはようございます。いや、晴れましたね。よかったです。つばめ東幼稚園の閉園式にあたり一度ご挨拶を申し上げます。つばめ東幼稚園は昭和38年につばめ中学校の教室を借りる形で開設され、昭和43年に現在の場所に園舎が設置されました。入籍賜りました皆様のご健勝、ご多幸を記念。私が卒園した、はい、東幼稚園です。私がいたことはまだつばめ幼稚園と言っていたんですけども、本当に当時の渡辺先生本当にお世話になりました。私機関坊だったんですけども、本当に大きな愛情で育てていただきました。本当に私の心の学び屋です。寂しいですけども、またこの次につなげていきたいと考えてます。私ですか、いっぱいあるんですけども、ちょっと言えないこともいっぱい、とにかく怪我をいっぱいしていて、しょっちゅうなんか救急車とか搬送されたの私が、本当に機関坊で先生方にご迷惑かけてた、それだけは覚えています。本当にその当時はすいませんでした。でもおかげでなんとか私も今教育に携わる仕事をしていて、先生方の影響ってすごく大きいなと思っています。近づけるようにこれからも頑張っていきたいと思います。あ、もう怪我ばっかりですね。今でもここも幼稚園の時にした怪我が今でも残っていますけども、ブランコで顔から落ちたりしたりとかですね、本当に先生方に迷惑ばっかりかけていた、はい、そんな園児でした。
本当大きな愛で育てていただいたというふうに思っています。優しくて温かい皆様と子どもたちの成長を一緒に見守ってこれたことです。